嘘つけ。母は聞け。あなたの母、竹見が土の姫アザラ様を殺したのは白雷だ。仇を討つなら一族継承の座を取れ、討たぬなら住処を去れ。ユキ様は明日で二十歳。本来なら明日からは雪姫として竹見和地を治める身の上。一族を抜け出すか、一族継承者の座を取るか、いずれかの道を選ぶんだ。もし抜け出す道を選ぶなら鉱山跡に来い。アゾラ様の遺言果たしたぞ。なんかは命乞いをしたか。母は命乞いをしたのか。何の話だ。声が揺れている。気が乱れている。自分のしていることが分かっているのか。自らの口で言え。白雷、あなたが母を殺したのか。違う。竹見和地を裏切って逃げようとした。だから殺されたんだ。嘘だ。白雪、こんなに気合いを入れてちゃ何もしねえぞ。
士官邸を目指した来訪者に投影しています。あや、どうした？これで俺を殺しに来たのか。お前、竹見和中の人間だろ。誰に雇われた？言えよ。仲間が来んのか。誰も来ない。お前を殺しに来たわけじゃない。嘘つけ。そんなこと信用できると思うか。信じろ。信じろ。子供だろうが何だろうが金詰まりりゃ皆殺しにするような人間だ、お前らは。信用したら最後殺されちゃうよ。殺そうと思ったらもう殺してる。でも殺さない。信用したか？Mm-hmm.